こんにちは。テーマアカデミー堀秀夫です。今日は私がなぜ、無在庫、自己発送をお勧めしてないか。それについてですね、宅配の品質、こういうふうな低い品質なんですけど、これによって起こった輸送事故も自己発送だと、出品者の責任になりますよというお話です。たまにね、動画をアップしたんですけど、事例が足らなかったみたくて、ちょっとね、今一つ、発想の凄さが伝わってないと思うんで、今日はちょっといろんな会社の配達風景を集めてみました。まず USPS、アメリカの郵便局ですね。はい、投げて配達完了。これがアメリカのデフォルトです。次に、FedEx。ね。これは明らかに壊れ物ですけど。多分パソコンのモニターですね。はい、投げて。壊したのか配達なのかわかんないですけど、配達完了です。次に、UPS。監視カメラに指を立てて、投げて配達完了です。でね、こういうふうにね、配達の品質がすごいんで、映画とかテレビなんかでも、こんな風に響くったシーンとかよくあります。こうやってね、送った荷物届けてもらうことがあるわけですから、この破損の責任をですね、取らなきゃいけない自己発送、無在庫販売っていうのが、いかに無謀な行為かというのは、実際の事情を知っていればわかるかなという気がします。アマゾン輸出は FBA で取り組むことをお勧めします。FBA でどういうふうに取り組むかですね、このメルマガの方で、情報を公開してますので、よかったらご覧になってみてください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。